よう坊主、世界を変える準備はいいか？プレゼントがあるぞ。よー、ティーボン、準備はバッチリだ。マジでな。ハクティビストモード起動。なあ、どうやってブルームを倒す？まあそう焦るなって。ブルームにたどり着くには時間がかかる。俺がいてもな。私抜きでブリーフィングを。約束が違う。面倒をかけないようにと。面倒？全然。さあマーカス、始めましょう。オッケー。それじゃあ最大のデータ収集車を見てみよう。ヌードルだ。安売りの冷蔵庫からマニアックなポルノまで検索するたび個人情報をかすめ取ってる。プロファイリングの基本だ。そう、知られてないのはそのデータにブルームの臭い息がかかっていることよ。あ、くそ。これはいいしたらヌードルのデータはブルームがベルウェザーを強化し操るのに必要だ。この攻撃材料が手に入ればたくさんの標的を倒せる。俺の出番か。ヌードルをハッキングするには権限を入手してサーバーファームに入らなきゃならないけど、従業員じゃなければ敷地に入ることすら不可能だ。このヒゲが誰から知識を得たと思ってる？権限を得られるんだろ。ダメだ、今は目立つ行動は避けたい。面倒なやつに目をつけられてるんだ。マーカスが従業員のふりをするのは？ふり以上のことができるぞ、シターラ。これ以上例の話を。ヌードルバス、認証の抜け道を見つけといた。バスの場所へ案内する。そいつを運転するだけで運転手だと思ってもらえるぞ。そうか、やろうぜ。そうだな、やるとするか。へい。よし、準備はいいか？やるぞ。駐車場で記録した。運転手は毎日そこにバスを置いてコーヒーを買う。いいね。いいか、最初に言っておくが、これからお前が目にする全てのものについて謝っておく。なんで？企業の高度職人ホレイショ・カーリンの違った一面を見られるってのに。ひどいアイディアな気がするな。なぜだ？大丈夫、手加減するよ。了解。さて GPS はどこだ？おい座れ。大丈夫だ。大丈夫だ。GPS はどこだ？上。よし OK だ。いや、調子はどう？おはよう。元気？いや、ゲイリー。いや。一番に乗ってるなんて珍しいな。そう、僕は真面目なんだ。ジュース作りで人生観が変わったよ。気分が軽く、心が自由になった。話の腰を折って悪いが、ジュース作りに意味はない。俺のジュースを試してみろ。本当さ、取るべきは果肉だ。それが健康にいい。ジュースにすると失われて糖分しか摂取できない。スムージーこそ万能だ。果物、野菜、スーパーフードたっぷりの。スーパーフード？なあ、ゴジベリー、マカパウダー、そういういい食品だ。勉強しろよ。スーパーフードの科学的根拠は怪しいものよ。少なくとも健康食品だ。そうだろ？ええ、でもゴジベリーもブドウも変わらない。消費者を誘い込むためのマーケティング用語なのよ。悪気はないけど。気まずい。まあマーカス、俺もお前みたいに外で遊びたい時がある。で今こうしてる。助かるよ、この気取った雰囲気にむせ返りそうだ。ブルームのやつらも相当だったかな。いやってことは昨日おざん面白そうな話を戻そう。ああ、ケータリングに吐きそうになったよ。いっそ飢え死にした方がマシだ。あの新しい寿司レス寿司レストランは平均以下だ。醤油にゃ。ああ、ケータリングに吐きそうになったよ。いっそ飢え死にした方がマシだ。あの新しい寿司レストランは平均以下だ。醤油に味気がない。スパイシーツナロールは美味しかったけど。おい。楽しい。これ以上怖くなってきた。どうした？白人ばっかだ。シリコンバレーへようこそ。なあ、1000人の白人に囲まれた黒人をなんて呼ぶ？なんだ？大統領。一緒にいたら何か企んでると思われる。企んでるだろ。なんていうか、晒し者だな。俺の世界へようこそ。ここで働く黒人は他に3人だけ。男2人と女1人。独自のメーリングリストもある。辛すぎ。でも戦ってるじゃないか、バレエの企業を変えるために。会議中にたった1人で全黒人を代表してみないと企業生活を経験したなんてことは言えないな。大変だな。一体今までどれだけ皮肉を言われてきたと思う？話し方が上品だってな。で、サーバーファームは？残念ながらここじゃない。ヌードルマップの地下にある。入るにはもっと別の権限が必要だ。上の階のマネージャーが何とかしてくれる。一人をバスの時みたいにハックすればうまくいくはずだ。キッチンへ行こう。重労働の前に燃料補給だ。なあ、コーヒーは？いや、結構です。ザクロリンゴを試してみたら？結構うまいよ。お気遣いどうもありがとうございます。いいよ、気にしないで。カーリン。ブロディ。大事な日だな。興奮する。君よ、自分が何を企んでいるか言えばいいんだよ。一体何が狙いで誰と話したかをさ。どうした？コーヒーを飲もうかと。ああ、そうか。人事部には素直に話すようだな。コーヒー飲めよ。気をつけろ。新人か？ああ。あのクソ野郎、マジで我慢ならねえ。やべき。こんにちは。やつは来た初日から目をつけてきた。さっきは人事部に話せとかほざきやがってよ。弱みを握られたのか。たく、どんくらいの懲役を食らうか分かってんのかな。俺がサーバーファームに入れれば全て消去できる。刑務所送りにはさせない。後で連絡する。いいな。ああ。ザクロリンゴか。お礼しょ。サーバーファーム侵入の計画は？最適なのがヌードルマップ2階のエレベーターメンテナンスエリアだが、気をつけろ。警備が厳しくて俺ですら入れないんだからな。楽勝だ。さあ、これで俺はローラ・キムだ。どうやって入る？ ID があれば何食わぬ顔して歩いて通れる。聞いてくれ。ハッカースペースには滑り台が必要だ。ワンフロアしかないから難しいね。やってみようぜ。立てってことで。キャンパスへようこそ。そこの警備は油を売ってるわけじゃない。注意しろ。お前が今話してるのはローラ・キムだ。What was that? over there.せかしたくないが、いつまでかかるんだ？落ち着けよ、ホライショ。もうすぐエレベーターシャフトだ。さあ、エレベーターに着いたぞ。ホレイショ。いなくなった。待って、見つけるから。したら手詰まりだ。中に入るにはホレイショのコードがいる。見つかったか？ GPS はわかるけど返答がない。今入れるようにする。キーストロークだけでも十分な証拠だ。ああ。なんだ？ああいうのはもういい。まるでサーカス小屋だ。IT は何をやってる？ヤスミンのオフィスの前だ。聞こえてるか？この建物の中にある何でもかんでもネットワークにつなげやがって。本当にバカじゃないのか？ああ、一つアドバイスをやろう。決して謝るな。最初の段階からちゃんとやれ。うん。そうか？そうだな。ああ。本当か？いや、休み、待ってた。分かってるわ。あなたの今回の告発はかなり深刻なものよ。安全な部屋を用意したわ。まあ、証拠を見ればわかるだろう。ミスター・カーリン、一緒に来て話を聞かせてもらえる？最高だよ、ホライショ。待ってろ。これだ。やった、ヌードルのデータを手に入れたぞ。俺はいいけど、オレイシュがまずい。助けてやれるか。ヌードルの全ワークステーションにアクセスできる。オレイシュとブロディってやつのにも。これで大体済んだ。やるな。じゃあ見てみるか。よし、完了。オレイシュの様子を見よう。協力が得られなくて本当に残念よ。あなたには弁護士を雇うことをお勧めするわ。え？キーストロークを調べたの？ありがとう。ミスター・カーリン。なんて。謝ればいいのか。どうやら大きな間違いがあったようで。ああ、驚いたな。本当にごめんなさい。もう大丈夫よ。誤解が解けてよかった。おい、何かの間違いだろ。だってミスター・グッデール、座って。違う、こんなはずは。ここに座って。オレイショ、すごかったな。大丈夫か？絶好調だ。どこにいる？ヌードルバスの前で会おう。巨大な冷却室の中にいる。どうやって出たらいい？ああ、俺に任せておけ。そこの裏に下水管がある。それを使って外に出られるはずだ。ナイス、助かる。グッデールとキーストロークを入れ替えたのか。私たちのホレイショを困らせたらただじゃおかない。悪知恵が働くな。褒め言葉として受け取っとく。よ、転送の具合は。すげえ、マーカス、すげえよ。ブルームはヌードルのラインに入り込んでる。どうやら制限付きアクセスまで与えたようね。仲がいいのは結構だが、この件はドゥシャンの仕業だろうな。ブルームとヌードルにここまでの協力関係が。恐ろしい話ね。ヌードルはそこまでひどくないぞ。ダンプは楽しめ。だがビールは取っておけよ。レンチ、今からプログラムにかかる。やるぞ。よ、ありがとな。お前には本当感謝してる。でも今は出てくれないか。みんなを不安にさせてる。何？ザクロリンゴを試したか？うまかったろ。君は貴重な情報を持っているようだ。さあ、レッドセックについて話そうか。Is my favorite word in the English language. Deny access to phone. Deny access. マーカス、近くに解放が必要な CTOS ボックスがある。敵はいるか？ブルームの警備がいる。武装してるけど問題ないよね。ブルームがデータを確保するってメッセージを傍受したよ。5分ぐらいは大丈夫だと思う。失敗だっただけさ。スキャンさせてください。あなたは選ばれました。スキャンしてよろしいですか？新しいフロアから妙な報告が入った。モマの前でネズミのマスクの連中が集まってるって。オーディネイトアカデミー、自称アートアナーキスト集団でしょ。ロデンシアアカデミー、アナグラムだ。よく気づいたな。主張は完全な透明性、もちろんプライバシーはなし。どうしてマスクを？ネズミのマスク、見た目はスタイリッシュ、ローポリ。くそ、そいつはデフォルトだ。デフォルト？ミュージシャンのやつは元デッドセックのハッカーよ。イカれた場所で俺をガスで始末しようとしやがったクソ野郎だ。オーケー、ならしっかり調べなきゃな。新しいフォロワーにも会えそうだ。マーカス、最近フォロワー数を確認した？大騒ぎだったね。人々にブルームの正体を見せなきゃ時間がかかるほどみんな CTOS を頼りにするようになる。現状に慣れてしまう。そうしたらデッドセックは陰謀説を唱えるただの過激派集団よ。真実を話しても人々がそれを信じなければ意味はない。でもこれは始まりに過ぎない。ブルームの企みを暴けばみんな次々と加わるさ。あくそ、どうした？おい、もしもし設楽助手、頼むから俺が思ってることじゃないと言ってくれ。マーカス、聞こえる？ああ、嵐にやられた。アプリサーバーがハッキングされたのか？時間がある時に戻ってきて。